こんにちは。地域おこし協力隊のサ田です。えー、今回はまあ、秋ということもあり、まあ、満月にいる、えー、ウサギをイメージしてですね、今回はウサギが出てくるあの絵本ということで、ちょっと世界的にもこう有名な絵本を4冊ほどご紹介させていただければと思います。それではまず一つ目なんですけれども、えっ、ー、とこれもう。 皆さんも説明不要に有名なピーター・ラビットのお話なんですけれども、これですねあのうウサギと聞いて真っ先にこのピーター・ラビットの絵本を思い出す方も多いのではないかと思います。で、まああらすじとしてはこういたずら好きでお母さんの言うことを聞かないやんちゃな小ウサギピーターがですね、人間のマクレガーさんが耕している畑に侵入してですね、で大きなあ,あ大好きなこう 野菜をお腹いっぱい食べるんですがそれをマクレガーさんに見つかってというようなハラハラドキドキの逃亡劇になっているんですね。でこちらがのその現物なんですけれどもこれ見てくださいものすごくこの小ささですねこの小さい中にこうもう本当にいろいろですね。ページの文章も こちらで見ていただくと,ちょっと分かりやすいかもしれないんですけれどもこう1ページの文章もですねそんなに長くなくてですねで開くたびにこう現れてくるこの絵がですねこうテンポよくここから文字にいざなってくれるというそういう仕掛けになっていますね。見開きには必ずこうやって、えー イラストが入っているのです、ね、もうイラストを楽しみに絵本を開いてでお話を読んでいくというような、えー、そういう楽しい絵本になっています。でこの絵本がですねシリーズで大体全部で24冊ほどあるんですねこれピーター・ラビットシリーズですね。でまあみんなこんな小さいサイズなんですけれどもこれ文章も絵もこの、えー、と作者ですねビアトリックス・ポターがの手によるものであるというところがやっぱり驚きですねでさらにその本がですね。 最初は出版社にですね出版を断られて自費出版で出したところから人気が出て広がってでえと世界的にここまでですね有名な本になったという類まれな完成度でですねまあもう本当にこのポターの天性の才能としか言いようがないそういったえと一冊になっています。でこのお話の仕掛けもですねこう亡くなったお父さんのお話。 あと逃げる途中にですねこのピーターが洋服とか靴を置くことしていくんですけれどもそれをですねその、えー、マクレガーさんがですねカカシに見立てて使うあのそれを使ってカカシを作るとかですねちょっとドキドキするような展開があったりして子どでもでも、ね、分かりやすくこのこうスリリングな状況を楽しめるようなそういった文章の組み立てにもなっているところが、えっと なかなかこの本の特徴なんじゃないかと子供もあのドキドキハラハラドキドキを楽しめるというですねそういう仕掛けになっています。でですねこの舞台になっているこのイギリスのですね湖水地方ですねここはとても美しい自然がたくさんあってですねあの風光明媚なところなんですけれどもその美しい環境を舞台にですねまあイギリスの文化とかあるいはですねその 人々の生活とかですねそういったものもそのピーターのお話の中にあのきちんとですね反映されていてとてもこう文化的にも面白いそして可愛くてかつこう優雅で品のある上質な絵本と言えるんじゃないかと思います次これまたもう有名なやつですよねこの小さなうさこちゃんですねもう説明不要なぐらい まあえっと、ポピュラーで皆さんご存知ミッフィーですねちなみにこの主人公のミッフィーあるいはうさコちゃんという名前はですねいろいろありまして実は本国オランダではミッフィーでもうさコちゃんでもなくてですねナインチェプラウスっていうなんかちょっと発音しづらい名前なんですけれども、まあ、こうナインっていうのがナインとかナインみたいなのが、えー、ウサギの意味でチェっていうのがチャンみたいな。 ですね、ちょっかわいい相性につけるなんで,でプラウスっていうのはその綿とかそういう意味らしいんですね。なんでまあふわふわなこう何ですかねうさぎちゃんみたいなそんなイメージの、まあ、本国の名前なんですけれどもねでそれが日本名ではこう,うさごちゃんに訳されているというところですかね。で、えー、とこの話この,このシリーズも、えー、と結構たくさん 年齢に合わせて、えー、いろいろ出ているんですけれども今回ご紹介するこの最初のこの小さなうさこちゃんはですねもう一番最初の一冊目なのでうさこちゃんがどのようにして誕生したかというですねそういったあの内容のお話になっていますまあ、そのふわふわさんとあとふわ奥さんというあの夫婦のところにまあ、どうやってうさこちゃんが生まれてきたのかとかですねでその時の周りの動物たちの反応ってどうだったのかといったような そういっった内容になってるんですね,で、えー、とですねこちらはですね、まああの「子供が初めて出会う絵本」というキャッチフレーズで1964年に出てからですね、まあ、長く読み継がれている日本でもですね読み継がれている本なんですけれども、まあ、その後の日本のですねいわゆる幼児向け絵本とかあるいはそのブックスタートの始まりのきっかけになったと,と言われている本でですねそれぐらいやはりそのこのブルーナのこの 絵本というのはこうインパクトがあったんだなということがわかるかと思います。えっと、この作者のですねこのブルーナ自体はえとてもあの実直で,で子どもの育ちというものをものすごく真面目に考えた作家さんでしてでこう例えばこの絵とかとてもシンプルでなものなのではないかと思うんですよねで絵も色も色はっきりしていていですね。 でそれはですね、まあ、こういうえっとこれはあのディック・ネプルーナのすべてという本からちょっと抜粋したものなんですけれども、彼曰くですね、もう子供たちにはですね、いろいろ知ってもらいたいし、多くのものを感じてもらいたい。けれど押し付けるのは好きじゃないし、教えるという視点に立つことも嫌います。なぜなら子供たちが自分のイマジネーションを使って自然に吸収していくのが一番の学び方だと思うからというこういったえっと言葉を残しておられて。 なのでそういうなんか子どものこう優しい子どもに対する優しい思いがですねこの一文からも伝わってくるのではないかと思います。前回あのご紹介したゴミ、あのー、太郎さんもですねよく似たことをおっしゃっていたのでやはりそう子供のことを考える視点というのはです、ね、絵本に反映されるとまたいい作品が出てきてくるものなんだなと感じるところでありますね。で本シリー,このシリーズ、まあ、この1冊だけじゃなくていっぱいあるんですけれども。 このシリーズで扱うテーマもまあ楽しい体験だけではなくてですねまあ近しい人の死とかあるいはこの差別なんかにといったようなですねなんでそういったものを子どもたちにいかにこうシンプルに伝えてそして考える機会を与えるかっていうことをもう真摯に向き合った本作家なのではないかと思います。 難しい話っていうよりはむしろちゃんとハッピーエンドで終わる子どもの本らしい本に仕上がってるところもまた一つの特徴なんじゃないかと思いますでちなみにですね、まあ、さっき見ていただいた例えばこちらもそうなんですけれどもこうキャラクターが全部ブルーナの絵本って正面を向いてるんですよねこれを見ていただいてもこう他の例えばですねこの他のページなんか見ても例えば歩いているシーンがあったと思うんですが。 お母さんですね。買い物行くシーンなんかでも、こう正面体はこっち向いて、顔は正面向いているのはですね、まあキャラクターが全部正面向いてるんですよね。でこれはまあ子供たちには前向きにお生きてほしいという願いも込めてそういったスタイルを取られているんだということです。まあでとこのシリーズはですね、子どもの成長に合わせてあのテーマを選べるそういったシリーズになっていますので、まあ内容的にも非常にこう読んで 絶対に損はない絵本だと思いますので、えっとですね、まもちろん子供が興味を示したらという前提ではあるんですけれどもですね、ぜひ読んでいただきたいと思います。次はですね、こちらも大定番のですね、ま白いウサギと黒いウサギというこの本になるんですけれども、えっとね、これはですね、この結婚って何？といったようなそんな素朴な疑問にですね、子供目線で優しく答えてくれる。こちらも長いこ長い えー、時代を越えててですね読み継がれている名作になりますね,、えー、とですね。でこちら、まあ、こう見て分かお,お分かりの通り「白いウサギと黒いウサギっていう日本の絵本日本版にはですね、えー、台がついてるんですけど現代がですねこれ「ラビッツ・ウェディング」ってなっていまして、まあ、そこからも分かるように、まあ、お話の内容としてはこの仲の良い白と黒のうさぎがですね結婚するまでの「 可愛らしいあのお話についてのあ可愛らしいお話の本なんですよね。で、まあ詳しいあらすじっていうかもうちょっと突っ込んだあらすじとしては、ま仲の良い白いウサギと黒いウサギがいましたと。でも黒いウサギはいつまでもこんな風に仲良くいられるんだろうかと、もしかしていつか終わってしまうんじゃないかなこの仲の良い時間はといったような不安にですね時々襲われるんですね。 で、そこで2人はですね。いつまでも一緒にいることを約束するといったような内容です。の。あのにな、えー、といったような内容になっています。おこ小さいお子さんをお持ちの方はちょっと経験あるかと思うんですけど、子供の頃に強くですね。まあ,あの、結局、自分と母親と父親の中でまあ、この小さなコミュニティの中で。 お父さんとお母さんが結婚していて、自分が結婚しているわけではないっていう事実にですね。なんだか疑問抱く時があるんですね。で、そういったものを、あの例えば結婚って何なんて聞かれた経験がある方もおられるんじゃないかと思います。 でそういった時にですね、結婚って何って聞かれると大人は若干戸惑ってしまう部分もあるかと思うんですけれどもこの難題をですね、まあ、一頭も簡単やすく、ね、すごくシンプルに答えてくれているのがこの絵本でですね。でまあ、子供だけでなくですね、大人もですね、あそっか結婚の意味になんかこう気づかされたような気分になるというそんな奥深い本でもあります。でで まあ大好きな相手とですねいつまでもこのままずっとに一緒にいたいというえそんな今の満たされた状況とまあそその裏腹にそれを失うことについての不安がですねじんわりと伝わってくる普及の名作ですね、うんでまあ、先ほどやっぱりこのちょっとせ説明したようにですねちょっとに日本版ではですね題名が変えられているんですけれどもこの「ラビッツ・ウェディング」だとも 最初からこう結婚する話なんだなって分かっちゃうと思うんですけれども日本の場合はですね「白いウサギと「黒いウサギって書いてあるだけなので果たして何が起きるんだろうというところからスタートしてかつですねどうもこの黒うさぎの様子がおかしいなどうしてなんだろうと。 そういうい心配しつつ最後まで読んでいくとあそういうことだったんだねだねとこう理,理由が明らかになってです、ね、その後のハッピーエンドへとです、ね、気持ちがこう高まっていくそういう心温かくなる感じがですねよりあの強いのではないかと思うんですね。 なので個人的にはです私個人的な意見なんですけれども現代よりもこちらの白いウサギと黒いウサギというあの題名の方が読み終わった後のこう満足感も高くてですね本当にとても優れた解題というか解約だなと思いますさすがですねこの松岡京子さんという方もう数々の外国作品を翻訳されてきた方なんですけれどもさすがだなとこう思わされるこう 題名です,農変変え方ですよねで、まあ、長い間ですね日本だけでなくあの世界中で親しまれてきた絵本の底力をですねあの読み聞かせ文庫の方で借りてちょっと読んでいただいてそのななんですかねすごさに触れてほしいというところですね。では次なんですが次がですね あのビロードのうさぎというこれ、あのー、本当はお話あの童話がありましてマージェリー・ビアンコさんのですねこの方の童話に絵をつけて絵本にしたというそういった本になるんですね。でこちらはそのビアンコさんの名作を酒井駒子さんのもう素敵な絵で綴った名作になるんですけれども。 もう最近本屋さんに行ってもこれが平積みになっていることが多くてですね非常に人気の高い一冊ですね。でこのお話はまあうさぎからこう想像される通りイギリスであの古くから親しまれたお話でですねたとあのイギリスとかも英語圏ではですね大体いいビロードのうさぎといっ,ったらですね知らない人はいないぐらいのまあ国民的な童話のなんですね。で 内容としましてはこのウサギの人形が子供に愛される大切にされることによってですね本物のウサギに変わっていくというそういったファンタジーのお話になるんですけれども「ビロードのウサギ実はですねえといくつかバージョンが存在するんですね。でえっとですね2007年に出版された「 堺駒子さんのこのバージョンはこうお話の骨子はそのままで,で,であえてですねこう役を縮めて文章を少なくしてですね文章を削ぎ落としてでその代わりこう絵からのですね情報を多めにしているところがまあこの本の最大の魅力の一つでもあるわけですね。なんていうかですね甘さと苦さが混ざったようなですね この独特のこの境コ小子ワールドといいますかそういった挿絵でですねこうファンタジックなあのせこう世界を感動を楽しむことができるというこの絵本なんですけれどもこの絵の芸術性の高さもあってですねこう大人のファンの方も多くて。 まあ先ほどもも申しし上げままたようににに本本屋さんでも非常に売れていいる本になるなかと思いますで坂井小駒子さんのこうさ最高傑作なんて、えー、っとこうついてる帯に書かれていたりするのでですね多分相当数の方がこう手に取っているそれぐらい人気の本なんですねただですねこれにはです、ね、別のバージョンもありましてこちらがですねあのちょっとこちらには今お持ちしてないんですけれども 童話館出版というところから出ているこうビロードこっちはビロードのウサギですけどこっちはビロードウサギっていう題名でまあお話の内容は同じなんですねただこの、えっと、マージェリー・ビアンコさんの,えのお話はそのまま略さずにですね訳してあるで訳されている方もまあこういった児童書で先ほど、あのー、紹介した松岡京子さんですねこの本を訳された松岡京子さん とお、あのー、同じぐらいですねやっぱりこう外国の作品の翻訳を多く手がけている石桃子さんによるものなのですがでこちらはですね、あのー、もうちょっと文章が多いんですね例えばこっちの本だともう見開きに絶対に絵,あの絵,こう絵が入っているかと思うんですけれども、えっと、こちらの本はですねもうほとんど挿絵程度。 23ページに1枚挿絵があるかなといったような状況で文章が多めなんですねであの絵そこに入ってる絵は、まあ、オリジナルの,あのウィリアム・ニコルソンという方の絵がそのまま使われているということでやっぱりこ,のこちらの本についてはもうその善悪が美しい善悪が魅力ですね。 でやっぱり文章が多い分ですね、その深い描写がですね、あの読み取れる文章からですね、読み取れるので物語をしっかり味わうにはもしかしたらこちらの方が適しているのではないかと思います。ただえっとやっぱり文章が多いのでちょっと年齢的にはそうですね、やっぱり10歳ぐらいからですかねの方をあのお子さんを対象にしているのではないかと思います。あのぜひですね、興味を持ってちょっと ページをめくっていいただければと思います以上ですね、えー、今回はですねこのうさぎに関する作品ですね4作ですね、まあ、ちょっと持ってきてないこちらもありますけれども、えー、ですねでちなみになんですけれどもこちらもこちらもあの一応あの読み聞かせ文庫の方では用意しておりますので是非ご覧 借りてていいただいてですね読み比べていただくというのが面白いのではないかと思います。ということでですね今回こちらも含めて5冊あのうさぎに関する絵本をご紹介させていただきました。で、まあ、借りる際はです、ね、いつものようになんですけれども、まあ、絵本文庫の場所ということで,、えーとですね、高森町役場の隣にある高森総合センターの入り口ですね入ってすぐ右のところに新型コロナウイルス撤収対策室というのがありますのでえこちらの中にこう文庫を 置いてありますので、お気軽にあの訪ねていただければと思います。以上、地域おこし協力隊澤田でした。ありがとうございました。